水星のガルガンティアは、プロダクション IG 制作の日本のテレビアニメ作品。2013年4月より6月まで、東京 MX、読売テレビ、中京テレビ BS11 にて放送された。全13話映像特典には、陸地のほとんどが水没した未来の地球を舞台に、遥か彼方の成型で戦争に明け暮れていた、主人公が蒸気のロボットと共に地球を訪れ、 ヒロインとの出会いを通じて文化の違いに触れたり人間らしさを取り戻していきながらやがて世界の真実を知ることとなる物語である。テレビ放送開始に先駆け2013年2月から同年3月にかけて第1話と第2話の先行上映イベントが日本各地の映画館にて行われた。またアニメコンテンツエキスポ2013では第1話と 第2話を収録した BD が無料配布された。画像投稿サイトピキシーフとのコラボ企画で2013年4月26日より5月12日にかけてガルガンティアの組員のキャラクター原案コンテストを実施。優秀作品は最終話の群集シーンに混じって登場した。2013年10月13日にはニュータイプ街遊びアニメアワード2013で 本作がメカデザイン賞の第3位を主役ロボのチェーンバーがマスコットキャラクター賞の第1位をチェーンバー役の杉田智一が男性声優賞の第1位をそれぞれ受賞している。2013年11月20日発売の角川発行大人ファミ1月号に掲載された掘り出しエンタランキング2013のアニメ部門で第1位にランクインしている。 2013年10月10日には、続編の制作決定が公式サイトで告知され、新作 OVA として、彗星のガルガンティアめぐる航路、はるが制作されることが発表された。OVA は、全後編で構成される。2015年4月3日には、東京、新宿バルトナインにて、OVA 後編前夜祭りイベントを開催。この会場にて、当初予定されていた。 テレビシリーズ第2期の制作が、諸般の事情により困難となってしまったこと。続編は、谷村大志郎による小説という形で同年夏に、観光予定であることが発表された。また、OVA 後編の劇場先着鑑賞特典として、この小説の序賞を収めた、小冊子が配布されている。なお、アニメの続編的小説版については、小説の不死、彗星のガルガンティアハルカ、 開口の天地を参照。1990年代後半、当時スタジオジブリの演出の研修生だった村田和也は、大河を渡る移民船に関するドキュメンタリーを見て、感銘を受け、本作の大元となる、城西戦団都市ガルガンチュアのプロットを執筆した。それから約10年後、プラネテスの制作に参加する中で、戦団都市の具体像を見出していった。プロットの執筆から、 本作の企画までの間、海の惑星を舞台とした、県ラン踏東西ザマーズデイブレイクの制作に参加したり、オーバーマンキングゲーナーや、ハウルの動く城といった移動拠点を舞台とした作品の公開などがあった。ものの、いずれも、村田の構想とは異なっていたため、村田はいけると確信したと、電撃オンラインとのインタビューの中で振り返っている。戦断という設定は、 前述のドキュメンタリーに加え、カンボジアのトンデサップ湖にある水上生活者の集落がモデルとなっているほか、村田がドクトルマン防公海域をはじめとする海洋ものや冒険ものの影響を受けていることにも由来する。この設定は水の上という不安な状況の中で生活するドキドキ感を表現するために取り入れられたものであり、常に物語の舞台が移動することから、 ロードムービーの要素を持たせられるほか、後にガルガンティアとしてアニメ化する際も視聴者がガルガンディア以外の戦団を想像するための要素として活用された。監督には鋼の錬金術品劇の丘の聖なる星などで知られる村田和也シリーズ構成には魔法少女マドかマギカを手掛けたうろぶち玄キャラクター原案には神中 のコミカライズ版作者であるナルコ・花春がそれぞれ起用されている。村田によれば企画は2010年以前から立ち上がっており、彼が同年末に参加した時点で、うつろ縁をメインライターとして、バンダイビジュアルプロダクション IG にトロプラズの3社でオリジナルのロボットアニメを作ろうという企画が動いていた。初期企画の水の惑星を舞台にしたいという内容に惹かれた村田が、 水の惑星に船が寄り集まった船団があり、人々がそこで暮らしているというアイディアをイメージスケッチなどで提示したところ企画の面々に気に入られ、宇都羅縁が船団を舞台として企画を再構築した結果、主人公のレドが宇宙から来た少年であるという設定なども加わり、現在の形となった。なお、初期企画では地球とは別の入植惑星が舞台となっており、 宇宙戦争が物語に関わることもなかったという。本作は、ロボットに乗っての戦いしか知らなかったレドの成長や、レドの相棒である人型戦闘機、チェーンバーとの関係性の変化に焦点が当てられている。村田は、レドが、ロボットの操縦という技能をよりどころにしつつも、戦団での生活の中で得たものを融合させながら、自分の生きる道を見出していくと語っており、 レドの心の変化について、学校では優秀だった人物は、社会に出されると、すべてにおいて素人であり、それらを一から学ぶ中で、自分にできることを考えたり、他人とのつながりを得る中で、人としての幅の広さを得ていく様子に例えている。チェーンバーは、未熟なレドの良きパートナーとして設定された存在であり、レドのコーチと部下という二面性を持ったキャラクターとして、 描かれた。OVA において、戦団の一員となったレドが、チェーンバーの残したメッセージについて、考えたり、人類銀河同盟と地球の両方を知る、人間としての生き方を模索する様子が描かれている。本作における、戦団は、自然発生的に生まれた、共同体として描かれており、クジライカや海賊に対する姿勢を通じて、本作のテーマである、共存を表現している。 人類銀河同盟は人類存続のために新天地を探す共同体からヒディアーズの殲滅に特化した組織に変質した存在として設定されており特に効率を極端に変調した結果本来の目的を失い組織そのものの維持が活動目的となるという組織の落とし穴を強調した存在として描かれている村田はその点が 本作を若い視聴者に向けた仕事物たらしめているアスキーとのインタビューの中で語っている。人類銀河同盟は人体改造に否定的な思想を持つ存在として設定された一方、ヒディアーズは人体改造の発展の極端な例として設定された。ヒディアーズは外見的には人間としての知性を失ったかのように描かれている一方、 物語は彼らが人間としての知性を残しているかのような結末を迎えている。村田は人類銀河同盟とヒデアーズの対立を20世紀的対立や不幸な二項対立と呼んでおり、互いにコミュニケーションを取ろうとしなかった結果だと述べている。遠い未来、宇宙に進出した人類は人類銀河同盟を結成し、宇宙生命体、 ヒデアーズとの殲滅戦争を続けていた。銀河同盟軍のパイロットレド少尉は、ヒデアーズとの戦闘から撤退する際に、母艦のワープに巻き込まれ、人型戦闘機、チェーンバーに登場したまま未知の注意機に転送されてしまう。半年後、レドが目を覚ますと、そこは氷河期の到来によって滅んだはずの地球だった。海水面上昇によって人類は、 会場生活を営んでおり、チェーンバーを海底から引き上げたのは巨大戦団ガルガンティアのサルベージア・ベローズだった。レドは配達人の少女エミーを人質にとって、ガルガンティアの乗員たちと睨み合う。言葉の通じないレドとチェーンバーを警戒していたガルガンティアだったが、チェーンバーの人工知能が言葉を通訳できるようになり、レドたちが 女海賊ら刑事を二度にわたって撃退したことで、彼らを受け入れる。レドは、ガルガンティアで働きながら暮らし、エイミーの弟ベベルや、シューリアピニオンと知り合い、エイミーと惹かれ合う。兵士として調整されてきたレドは、初めて人間らしい生活を知る。一方、母ンとのリンクを失った、チェーンバーの人工知能も人知れず変化していく。ある日、ベローズのサルベージを手伝っていたレドは、 地球人が神聖死する大型海生生物、クジライカと遭遇する。クジライカの正体は銀河同盟の敵ヒディアーズだった。レドがクジライカを殺すとガルガンティアには動揺が広がる。一方、ピニオンはレドたちの力を借りてクジライカが住み着く海底遺跡をサルベージーすることを計画する。まもなく戦乱長のフェアロックが死去するとピニオンや大戦士フランジは ガルガンティアから離脱する。レドは地球上のヒディアーズを殲滅することが自分の使命と考え、エーミーに別れを告げてガルガンティアを離れる。海底遺跡へ向かったレドとチェーンバーはクジライカの群れを殲滅し、古代の記録媒体を発見する。そこには氷河期の到来を迎えた人類が外宇宙への移民を目指す。 コンチネンタルユニオンと人ゲノム操作とナノマシンにより極限環境に適応しようとするイボルバーに分かれて争った記録が残されていた。ここでヒデヤーズの正体が遺伝子工学によって変異した人類であることが明かされる。旧文明の遺産を手に入れたピニオンは異久健康となるがレドは新たな真実に激しく狼狽して戦いを拒絶する。チェーンバーは レドに対してチェーンバーに象徴される科学文明が人間の本質であり、文明を捨てたヒディアーズとは戦わなければならないと淡々と主張する。その時、同じく地球に到達していたレドの上官、クーゲル中佐が率いる戦団が現れ、ピニオンやフランジの戦団を強制的に併合してしまう。クーゲル戦団では、クーゲルとその常期、 ストライカーを頂点とした宗教的な支配体制が築かれていた。クーゲルが人類銀河同盟と似た非人間的な管理体制によって地球を支配しようとしていることに、レドは疑念を抱き、次の標的がガルガンティアであると知って、ついにクーゲルに反旗を翻す。しかし、クーゲルはすでに死亡しており、ストライカーが戦乱を支配していたことが判明する。 ストライカーは自らを人類統治システムであると宣言し、服従せよとレドに迫る。ストライカーと自ら思考し判断する人間を支援することがシステムの目的であるとするチェーンバーは互いをシステムの暴走とみなして激しく戦う。レドは死を覚悟するがチェーンバーはコックピットを分離し、レドが生きていくことが自らの存在意義を充足すると告げて、 ストライカーと共に自爆する。物語は、クジライカと共存しながら、古代の遺物を回収する、探検家となったレドと、平和が戻ったガルガンティアで彼を迎えるエイミー、そして海底でクジライカの師匠となった、チェーンバーの姿を映し、幕を閉じる。ここでは、T.E.B. アニメ本編の続編小説、彗星のガルガンティア遥か、開口の天地の登場人物を記載する。 ガルガンティア船団は、複数の船舶を連結機などを用いて連結し、一つの都市のような形を形成している船団の総称。船の形に隊列を組んでおり、船団の前後の距離は直線距離で 4km ほど。風を動力にしているため、なぎになると、船が全く動かなくなり、銀河道を恐れてしまう。そのため、なぎの時は、船団の電気を止めて、 船のメンテナンスに当てており、その要因以外は、仕事ができず、休暇に当てている。船団は主に居住船や、農場船、工業船、サルベージ船、修理船、護衛船など、多種多様な船舶で構成されている。マシンキャリバー人類銀河同盟が製作した対ヒディアーズ殲滅兵器である。人類銀河同盟の基本理念に従って、 人の姿を模した二足歩行ロボットで、搭乗者との円滑なマンマシンインターフェースを図る、ため高性能な会話型支援 AI、パイロット支援啓発インターフェースシステムを搭載しており、自律機動や思考とともに、戦闘シミュレート、パイロットスーツと連動した、向上性維持、推論エンジンによる未知の言語や記録媒体の解析など、会話形式によって、 パイロットに対して様々な方面からの支援や育成を行う機構を持つ。両桃に設けられた量子インテークと呼ばれる穴から空気中、真空中を問わず空間中に存在する物質を吸収しエネルギーに変換し、半永久的な稼働が可能で重力制御による飛行もできる。また、限定解除により一時的なパワーアップも可能である。 官邸人類銀河同盟の官邸は、どれも人型がモチーフとなっている。その他の兵器ユンボロイド地球で使用されている、登場型のロボット。劇中では、ユンボロと呼称されることが多い。主な用途は作業用であるが、海賊用など戦闘に特化したものも存在する。大きさや形状は様々で、チェーンバーも地球人には、ユンボロイドの一種と認識されている。 機体の制御には、コアユニットというブラックボックスが使われている。その他のメカニック、イントロダクションノベルは公式サイトで、月1配信の、脚本、谷村大志郎、イラストナルコ花春による、オンライン小説。プチ、トガルガン、ティアは、公式サイトで、配信のショートムービー。毎週水曜日更新。全13話。投信が本編より70%縮小。 愛らしさが本編比900%以上増大と推定され、本編の情報を補足しつつ、あとは適当に遊べばいいじゃん。という企画。各話の長さは実質1分間程度。一部の回を除いて1名、または2名のキャラがゲストとして出演し、レド、チェーンバーとトークを行う。チェーンバーの通訳なしで最初から。 地球の人たちと言葉が通じたり、レドが動揺しやすい性格、チェーンバーが毒舌かつ自意識過剰、時には推しをきじめたことをするような性格になっているなど、本編とは少々設定が異なっている。また、話数を重ねるごとにチェーンバー自身がゲストキャラによって蹴り飛ばされたり、その場をごまかすような形で、自らフェードアウトしていくことが多くなっている。 テレビ未放送話の OVA を同時収録した BD ボックスのみ発売されており DVD は2013年7月26日から開始された全6巻のレンタルのみ2021年2月25日に水星のガルガンティアコンプリートブルーレイボックスが発売されることが発表された水星のガルガンティアオンラインフリートが2014年8月26日より 正式サービスを開始。また、ミニゲーム彗星のガルガンティア君と届けるメッセージをクリアすることで、上記オンラインゲーム内で使えるシリアルコードを得ることができる。シリアルコードは3種類あり3種のエンディングによりそれぞれ内容が変化する。配布期間は以下の通り。水星のガルガンティアリアル謎解きゲーム最強謎解、海賊船団。 襲来が2014年9月27日28日と10月18日19日に J スクエア品川で開催。遊びファクトリーの主催によるリアル謎解きゲーム。ガルガンティア戦団広報局のタイトルで2014年7月5日から2015年4月4日までファンラジオにて配信された。全16回。パーソナリティは石川海人、みなせいのり。 水星のガルガンティアめぐる航路、はるかに関するカテゴリー、ありがとうございます。